第8師団は陸上自衛隊の師団の一つ。西部方面隊直轄にあり、司令部を熊本県熊本市北区の北熊本中東地に置く。九州南部に位置する3県の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、民生協力及び国際貢献活動を行っている。出身者は熊本県出身、鹿児島県出身、宮崎県出身の順に、 地元出身者が80%を超える構成となっている。冷戦終結後は台湾問題、南西諸島有事が懸念され、担任区域に約960個の離島を抱える地域的特性がある本師団の重要性が増している。そのため、米国にて米海兵隊との当初防衛に関する共同訓練を行うなど地域特性に応じた能力の向上に努めている。 26中規模において事態が正規した場合、必要に応じ、警備区域を越えて緊急展開することを目的に、全国に先駆けて、平成29年度末に、即応近代化型師団から、機動師団に改編された。さらに、平成30年度末には、天見大島にとらつれ島から、天見軍群島を守備範囲とする天見警備隊が編成され、 奄美大島に駐屯地の整備が実施された。第8混成団を第8師団に称号変更し、改変。第42普通科連隊、第43普通科連隊、第8戦車大隊、第8対戦車隊、第8輸送隊を新編。第7師団麗華の第24普通科連隊が新設のエビの駐屯地へ移住し、麗華に変合。 第8特化連隊に第4大隊を新編。第8戦車大隊に第4戦車中隊を新編。第12、第24、第42、第43普通化連隊を自動車化連隊に改編。第8対戦車隊に10マット小隊を新編。第8武器隊、第8補給隊、第8輸送隊、第8衛星隊を統合し、第8広報支援連隊を新編。 第8特化連隊第6代隊を第8校舎特化代隊として分離独立、師団直轄とする。第8偵察隊に電子偵察小隊を進展。第8師団司令部付け隊に科学防護小隊を進展。第12、第42、第43普通化連隊に軽装甲機動車、93式近距離地対空誘導弾、01式形態戦車誘導弾が配備。 第24普通科連隊を、コア化。第8特化連隊第3大隊が、エビの中屯地へ移住。第8後方支援連隊の武器代隊を、第1整備代隊及び第2整備代隊に改編。即応及び自衛官訓練を終了し、第24普通科連隊を、西部方面混成団に移管。第42普通科連隊の、即応機動連隊改編。 第8師団司令部に火力調整部を新設。第12、第42、第43普通火連隊の対戦車中隊を廃止。第8特化連隊を廃止し、西部方面特化連隊に改編。方面直轄部隊であるが、平時は第8師団に連続第8戦車大隊を廃止。第4師団第4戦車大隊も廃止され、西部方面戦車隊へと再編。 一部要員は、第42普通科連隊機動戦闘車隊に移動。第8校舎特化大隊、第8偵察隊、第8広報支援連隊の改編。天み準備室を設置。天み中屯地瀬戸内分屯地会長及び天み警備隊を新編。西部方面特化連隊を、西部方面特化隊霊下に編成がえ無人偵察機。 スキャンイーグルを運用する第8情報隊を新編。本師団は1個即応機動連隊と2個、普通科連隊を機関とし、6個中トン地と2個、分屯地に配置され、14個の部隊からなる。本師団の普通科連隊はいずれも、後編成とされている。これに加えて、方面隊直轄の西部方面隊、終停対戦車隊が、平時第8師団に連続している。なお、 西部方面隊終停対戦車隊は、前身の第四隊終停対戦車隊の編成地である、大分県のく中駐屯地に駐屯している。ありがとうございます。